ポートジャクソンネコザメヘターダンティズポーショスジャックスニーはネコザメ木ネコザメ科に属するサメ。ネコザメ科では最初に記載された種である。種ョ名ポーショスジャックスニーは本種がよく見られるオーストラリアのワンポートジャクソンに由来する。南オーストラリアの沿岸海域にのみ生息する。長官隊から水深275メートルまで見られる。最大全長165センチメートル。 ただし、全長137センチメートルより大きい個体は稀。猫ザメ科に共通した特徴として、背びれ前棘、目上隆起、尻びれを持つことが挙げられる。体色は薄褐色か肺褐色で、目を通る濃色の横帯と、独特な蔵状の濃色体が体側面に見られる。前歯は単線頭で、棘状、後歯は、休止状でものを噛み砕くのに使われる。 体表面は大きな純鱗に覆われ非常に荒く頑丈である。定性性のサメ。夜行性で昼間はあまり活発でなく岩の隙間などに身を潜めて休んでいることが多い。定性の無脊椎動物を捕食する。特にウニを好んで食べる。他に甲殻類、貝類、小さな魚類などを食べる。卵生。産卵期は年一回。 8月から9月が産卵の最盛期で、メスは一定期間を置いて2個ずつ卵を産み、1シーズンの産卵数は10から16個になる。卵の周囲には、螺旋状のヒラが取り巻き、岩の割れ目などに産み付けられた卵を固定する働きをしている。卵の中の死魚は10から11ヶ月で孵化し、180から220ミリメートルになる。成熟サイズは、 メスで全長70から90センチメートル、オスで55から70センチメートル。成熟年齢は、飼育環境下における観察では、メスで11から14年、オスで8から10年。水産上重要ではなく、婚格される程度。食用ではない。スポーツフィッシングの対象になることもほとんどない。鑑賞用としては、需要があり、国内外の水族館や、 個人のアクアリストの間で取引される。丈夫でおとなしく飼育に向いている。人に危害を加えることはないが、刺激すると噛まれる危険はある。日本での飼育は多くはないが、アクアワールド、大洗いなどで見ることができる。ありがとうございます。